はい、皆さんおはようございます。最近ね、この自民党のその安倍派っていうね、ところでそのいろんなことが起きてるよね。この派閥のパーティー券ね、これ、まあ当時ね、その安倍、元総理かがね、その地方に行くとさ、まあ、そこの地方のね、議員たちが、そのパーティー券をね、売りまくるわけだよね。で、その売りまくったものに対して、まあ、当然会場のね、費用とかいろいろあるから、当然、まあ、それは行かなきゃいけないのって、まあ、普通に考えてもいいよね。で、そのノルマを課すのはさ、まあ、これ、仕方ないことだと思うんですよ。なんていうかっていうと、ね、当然だけどさ、人が動いて、ね、会場費だとかいろいろお金がかかるわけだから、そのお金はさ、最低いくら必要だよねっていうのが、やっぱり当然あってね。で、そもそも、政治家のパーティー券ってさ、やっぱりその政治資金のね、まあ、寄付みたいなもんだよね。だまあ、誰とは言わないけど、まあ、僕もね、数人、呼ばれればね、実際に、しょうがない、社員少し多めに連れてね、行ったりするんだよ。で、それはしょうがないじゃん。だって、ね、政治資金としてね、それが、活用されるわけなんだけども、まあ、本来はさ、そんなことしなくてもね、しっかりとさ、政治ができるぐらいのね、コストはさ、もらってると思うんだけども、なんだか知らないけど、やっぱさ、政治はお金かかるからね、こうやって集めなきゃいけないっていうことになるわけじゃん。で、そうすると、まあ、当然だけども最低のね、経費があって、その上が売り上げじゃん。で、その売り上げについてはさ、まあ、当然だけども、この政治資金のね、いわゆる規制の法律に基づいてさ、まあ、資金報告書っていうのを作って、で、それで、こんだけ利益出ましたよっていう、ね、で、まあ、これが一応ね、寄付に当たるよっていうような形でいくのは、まあ、まあ、一つはしょうがないとしてもだよ。たださ、今度このね、利益についてはさ、ね、ある一定の、ね、その数字を超えたら、それをさ、その集めた人にキックバックで渡すっていうね。で、それをさ、まあ、ルールとしてそのキックバックを渡したっていうことで、そのお金がね、しっかりとその報告書のに書かれている、まあ、もらった側も、ね、その払った側も、当然だよね、そんなの。我々さ、ね、その企業でね、決算書を作ってさ、それしっかりとね、精査して、で、まあ、毎回ね、決算金のごとにさ、税金を納めてるわけだよね。で、その税金はどこに行くかって言ったらさ、まあ、当然、いわゆるその公務員とか、まあ、その国会のお金とかに回るわけだよな。っていうことを決めてる人たちだよね、国会議員っていうのは。そうだよね、立法府なんだから。その立法の人はこんなことしていいんですかってことなんだよ。だから結局、ね、今、この状況が、要するに、どんどんこう暴露されてきてね、それおかしいよねっていうこと、みんな気がついてるわけじゃん。ね、で、あとは、昔ね、あれ、石井紘基さんか、ね、この人、すごいさ、もう、徹底的に調べる 人だよね。で、結局、まあ、暗殺されちゃったんだけど、要するに、徹底的に調べたさ、まあ、特別会計のね、お金、どこ行ってんのって話じゃん。で、それ、よく計算してみるとさ、やっぱり、日本っておかしいよねってことが、まあ、気がついてるわけだよね。で、まあ、気がつくとさ、殺害されるっていうね、ことになるわけ。で、僕ね、この安倍総理の件で、ちょっとね、なんかさ、おかしな動きになってんなと思ってるのは、まあ、いわゆるそのね、安倍さんのお膝元であるさ、山口県ね、まあ、ここで、長門市ってのがあるんだけども、この辺の市長選がね、行われたんですよ。で、ここちょっと興味持っていて、で、まあ、結局現役が勝ったんだけど、この現役っていうのはさ、そのもともと安倍さんの、要するに安倍派の自民党の人なんだよ。で、今回は無所属で出てるわけ。ね、それで、まあ、当然、この人が、ね、ね、再選するに決まってると思ってたじゃん。ね、決まってると思ってたんだけど、ね、なんだか知らないけど、ここにね、南の、
ね、よしこさんっていうのか、無所属でさ、ね、そこに出てきてんだよ。で、この無所属で出てきてるこの人はさ、ね、自民党の推薦なんですよ。自民党と公明党の推進な、あの、要するに、いわゆる、推進、結局、ね、その、推薦だ、ごめんね。推薦で出てきてるわけじゃん。で、それで、推薦で、なんでと思わない？だってさ、もともと自民党のさ、ね、安倍派の人だよ。で、それがさ、要するに現役で、で、再選目指してるのに、ここにさ、ね、その自民党の県連とかさ、ね、その、まあ、この林芳正さんだとか、まあ、そういうのがさ、加わってさ、ね、要するに潰しにかかってるわけよ。なんで？まあ、怒ったからあれだけどさ、ただ、このね、まあ、別にどっちがどうっていうことを僕言いたいんじゃなくて、ね、なんでこの安倍派の現職をその潰しにかかったのっていうこと、おかしくない？で、それもさ、総力だよね。要するにもう、さ、もう、自民党の、ね、その親、ね、その、まあ、実力者とか、ね、そのあとは公明党の、ね、実力者とか、まあ、そういうのがさ、ね、が寄ってたかって、ね、この南野さんに力入れてたわけよ。で、結果が落ちた。つまり、ね、よく考えてもらいたいのは、まあ、多分その、ね、この、ね、長門市の市民は、ね、要するに、まあ、バカじゃないんだろうな。うん、だから、ある意味では、当然ね、その現役の人を推奨、その、投票したんだろうけども、どうもさ、自民党内で歪みが来てるなと思ってるわけ。ね、で、その歪みってさ、まあ、前から僕ね、言ってる通り、その、なんとかな、与党ってね、やっぱ、当たり前だけどさ、力があるわけだよね。で、だから物事を進めるには、まあ、与党がね、要するに推し進めて、で、野党側がそれに納得すれば、まあ、いろんな、ね、形で国が動くわけだよね。で、そういう中でさ、この自民党の中で、どうも、こう、変な動きがあるなと思ってるわけ。ね、この、まあ、安倍さんが、そのね、その、射殺されて、ね、それで、その後に、どうも、動きがどんどん変わってきて、でさらに、そのね、今の岸田政権になってから、どうもおかしいなって動きがあるわけじゃん。で、そのどうもおかしいなって動きを多分その安倍派の人たちは気がついてんだと思うんだよね。で、それでも変わらず、その岸田政権っていうのが、ね、その、なんていうかな、のらりくらりと、そのね、現状のさ、経済を把握しないままね、要するに、増税の理論をどんどん持ってきてさ、で、結局、ね、日本の国内の、その、GDP の、まあ、6割近くを、その、ね、牛耳っといてさ、で、それで結局公務員に力を与えて、で、官僚の制度がどんどん強くなってきて、で、それはやっぱり当たり前だけども、官僚出身者の、要するに、政治家の人たちがどんどんそれに基づいてさ、動き出してるわけだよね。で、まあ、まあ、安倍さんあたりだった場合、ね、要は、やっぱりさ、信念があったじゃん、なんか、まあ、いろんな、ね、その、いい面もあれば悪い面もあったけども、まあ、これ田中角栄もそうだね、いい面もあれば悪い面もあったかもしれないけども、ただ、その政府主導型のさ、政策をね、まあ、外れはしたかもしれないけど、ね、要するになんとなくさ、そのね、経済制裁、経済政策をね、進めてきたような印象あるじゃん。とか、今さ、このね、急激にどうも動きがおかしくなってきて、で、結局ね、今のその、岸田政権に変わってからは、なんかさ、その、ちらっとね、その所得税、ほんのちょっとだけさ、もう、しょぼすぎるんだよね、手が。だから、経済なんて上向かないでしょ、このままでいくと。で、さらに、ね、今、
ほら、国債がね、また今度追加で発行されるわね。その追加で発行されて、で結局さ、そのお金はどこに行くかっていうと、要するに国債の償還部に回るんだよね。でこの国債の償還部に回るってことは、要するに常にさ、国債っていうのは要するに再発行で回ってるわけだよね。でこれをさ、税金を取ったりして国債を減らしたところで、ね、世の中に回るお金が減るだけなんですよ。ね、前からずっと言ってる通り、ね、もしご理解いただけない方は前に同じような動画入れてるから見ていただきたいんだけども、結局ね、さ、日銀が発行した、ね、通貨、ね、そのお金が要するに、そのお金で国債を買うわけだよね。でその国債を引き受けたら、民間の銀行にそれをね、その買ってもらうわけだよね。で買ってもらうってことはそこで、どうなるかっていうと、民間の資金が足りなくなるわけよ。そうすると日銀はさ、いわゆる、そのお金をね、要するに、まあ、国債を、ね、引き受けてもらう代わりにその引き渡すわけよ、お金をね。っていうバランスを取ってるから、結局じゃあ元々のその、国債がね、を要するに今国民一人当たり、何百万の借金だとか言ってんだけど、それ正直言って国民の借金じゃないんですよ、ね、それ自分たちが作った借金じゃん。だ自分たちで何とかしなきゃいけないはずだよね。だけどまた今度補正予算でさ、上乗せされるわけじゃん。でそれで、ね、借金が多いんだ、借金が多いんだ、だこのお金は、ね、岸田さん、ね、そのいや確かに国民の借金じゃない、だけど税金で返してもらわなきゃいけないって言ってるくらいだから、もう経済音痴もいいとこだよね。でだから結局今ね、その理論を始めてから経済ってずっと停滞してるわけよ、ね、だけど本来その、ね、国債は再発行するわけじゃん、またでそれで返済をするんだけども、また借金をするわけだよね。っていうようなことをしている限りは、要するに、ね、その国内の、ね、お金、要するに、いわゆる経済活動に使うための、要するに法人税とか、法人だとか個人とかがどんどんマネーストックになるだけなんだよ。消費に結びつかないじゃん。でせっかく消費税ってのがあるんだから、ね、その消費につなげればもっと景気は良くなるし、投資活動が行くわけじゃん。で投資を進めないから、ね、そのマネーストックが増えてるだけだよ。で欲しいものがないから要するに、マネーストックが増えてるわけじゃん。っていうようなその悪循環がずっとこうね、95年くらいから続いてるわけだよ。だから、ね、国民の所得なんか上がらないし、ね、当然だけど、ね、国民の所得は上がらないし、投資は進まないし、マネーストックだけ残っているから、ね、要するに、結果的には、要するに、修正に結びつかないわけですよ。ね、そりゃそうだよね。ね、お金使わないんだから、所得税は払ってる。ね、ただ、投資をしないんだから、お金が回らない。っていう、ね、スパイラルが、ここ30年以上起きてるわけじゃん。だから、ね、今度国民一人当たりの所得も上がらないんですよ。でむしろね、まあ、小泣じじいにいたおじさんが、ね、その、いや、働き方改革だみたいってね、それで結局さ、ちょっとこう、ね、その情報弱者な、ね、若者が、ね、そうだなっつってね、で結局働かない、働き方改革のね、働かない。ね、むしろ、ね、その非正規雇用で、働いてるみたいな、でそれで、ね、30、40になって、お金がない、で今度、年金も、ね、要するに国民年金でいくらもらえない、どうしたらいいんだろう、なってるわけじゃない、でだから不安があるからお金使わないんですよっていうことじゃん。で、これで、ね、パチッとこう、この例の、ね、その流行り風でさ、ね、何の意味もない、ね、要するに経済活動を止めちゃって。意味がなかったじゃん、今考えてみれば。意味がないことをして、で国内の不況を招いたんだったら、まずはごめんなさいから始まんないと、ね、それでごめんなさいって言った後に、じゃあ、ね、国民の皆さん、ね、お金使ってくださいと、ね、で言うんで、まあ、なんとかね、その GoTo キャンペーンとかね、まあ、いろいろやってきたんだけども、要するにそういうだけじゃなくてね、投資を促進させるには消費税をまずは、ね、暫定でいいから
短い期間ね、でもいいよ、ね、まず下げましょうよってこと。ね、それで、あとね、その、うん、いつも言うように、ね、こうやって我々さ、こうあのもう、移動しないで家で仕事してるだろうと、そうするとさ、やっぱり機器類が必要なんだよな。で当然コピーもね、コピー機も入れてさ、でファックスも届くようになって、でこうやってね、そのコンピューターも2台もね、ここに置いて、であとパソコンなんとかの、ね、ノートパソコンもね別に用意してなんていうことを、ね、僕はあの、まあ、会社ね、ここは一応会社の事務所になってるから、まあ、会社としてね、要するに経費として使えるけども、サラリーマンの人そうはいかないもん。だからね、そのサラリーマンの人にそういうね、お金も経費で認めてあげればいいんですよ。あと夫婦でね、食事行くね、あと夫婦で旅行行くね、それはさ、要するに、ね、いつも仕事忙しく頑張ってるね、ご褒美みたいなもんでしょね。あと仕事の話だってするかもしれない、それね、しないじゃない、あ、仕事の話だってさね、するかもしれないじゃないね。であと家族の話もするかもしれないじゃないで、いうようなそのね、円満なそのその国民の生活をね、要するに、維持するには、ね、やっぱり自分たちの生活の中で投資って必要じゃん。だから旅行も投資と見ないと、ね、それであと食事ね、まあ、僕は今、ね、そのうちの会社の会社とか、うちの僕の方針としてはね、まあ、夫婦365日ほぼ 外食なんで、だから外食でその自分たち の, そのね今までそのね行きつけの店が潰れないようにさ、ずっとこう回って歩いてるわけだよね。でこれもさ、やっぱり経済活動じゃないですか。だからそういうものをね、要するに経費で認めてあげればね、要はね、家庭も円満になるしね、それでひょっとしたら子供もね、作れるかもしれないしね、さらには要するにね、その仕事のスキルももっと上がるかもしれないしっていうことが投資なんですよ。だからその消費と投資のね、要するに、考え方ねをしっかりとさ、本当政治家がやらなきゃダメなんですよ。それがさ、なんかぼーっとしてね、なんだか知らないけど、何のね成果も見出さなくてね、で結局ね、その何の結果も出てない現実があるわけじゃん。でそれをさね、何の反省もしてないんだから、でなんか知らないけどごちゃ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 その派閥でね争ってさ、もう情けないったらあれしないでしょ。今はそんなことしてる暇じゃなくてね、要するにね、政府がさね、そのこの緊急事態が終わったんだから、ね、一気にここから脱出するんだっていう意思を持ってね、強いその政策をアピールしなきゃダメな時期じゃん。で僕は思うわけだからね、これちょっともう、自民党危ないと思うよ、これもうこんなことやってると本当に僕はね、次の選挙危ないと思ってるわけ。だから多分岸田さんはそのね、解散総選挙はやらないと思うんだよ。だってやったら負けちゃうから、そしたら誰の責任よ、あんたの責任でしょってなるから、やらないに決まってるわけじゃん。でやらなくても今はね、自民党政権なんですよ。だから今のうちにね、自民党の人はね、そんな、身内でごちゃごちゃやってんじゃなくてね、表にさね、もっと強いね、そのアピールしないとできると思いますよ。だから今ね、やったところで別にさ、誰も非難されないですよ。もう史上最低のさ支持率なんだから、だからこ、ね、上がるしかないんだからそう考えてさ、やった方がいいんじゃないですか。ね、ほんとこういうの見てるとさ、情けないよね。それでさらにだよ、ね、その自民党と、ね、公明党がね、そのもう思いっきりさ、ね、支持した人がね、軽く落ちちゃうっていうね、現実があるわけじゃん、ね、これはさ、よく反省した方がいいんじゃないかなと思うよね。もう、次の選挙は結構、まあ、僕は面白いと思ってるんだよ。で、これでね、いくらなんでもっていう人がいっぱい出てきたから、ね、次、選挙に行くと思うよ、今まで行かなかった人。で、そうしたら自民党、相当ぐらつくよ、公明党も多分ね、いろんな意味で、投票数減るんじゃないの？
ということで、かといってね、その、野党でさ、その野党ってのはまたさ、ね、その、ね、敵の敵は味方っていう意識はなくて、ね、野党同士でさ、また非難し合ってるわけじゃん。もう、くだらなすぎる。ね、見てて恥ずかしい、なんか、こう、ことをね、やってる人たちいるじゃん。今ね、YouTube でもさ、いろいろね、こう、暴露されてるけどね、まあ、そういうのを 見ると、やっぱりさ、ちょっとね、一回、ガラガラポンしなきゃダメかもしれないよ、っていうふうに、僕は思いますね。まあ、今回のまたその政治資金のね、関係で、こんなもん言い出したらみんなやってると思うよ。ね、それがさ、ね、そのやってるのはいいんだよ。だけど、ちゃんと、ね、政治資金の報告書に載せないっていうのは違法だからさ、ね、それはやっぱりしっかりとね、ね、法律に基づいて執行しないとダメだと思いますよ。ということで、ね、ちょっとなんか自民党の中をね、こういろいろ見てみると、なんか、なんか虚しい感じだよね。だから次さ、自民党推薦で、ね、その逆にそれをさ受けた人ってさ落ちちゃうかもしれないよねっていうようなこと危惧しませんか。まあ、僕一応自民党員だからね、申し訳ないけど、非難してるわけじゃないけど、自民党員として僕は今の、ね、今回の発言をさせていただいてるわけだ。だからしっかりしましょうよってことね、ぜひお願いしたいと思います。それではまた。